はい、レオンチャンネルです。プレバンアイテムいろいろとポチっていきましょう。コメント欄でも、レオンさん最近ポチりました動画出してなくって、いろんなものをポチらなきゃいけないアイテムがありますけど、大丈夫ですかっていうご心配のお声なんかいろいろいただきまして、大丈夫じゃないので、全然ポチれてないので、ポチっていきます。まず、何買えばいいんだっけ？これだ！オルトロスバルカン、オルトロスバルカンをまだアーツ予約してなかった。これもね、2月の時点で発表がありましたが、そう、この画像だけ最初に先行で出されてたんだけど、かっけーな。てか僕、アサルトウルフだけまだレビューできてない気がする。基本的にはアサルトウルフの色替えなんだけど、ナキのジャパニーズウルフを使って変身ってことで、ナキの爪パーツなんかも付属してますね。形状一緒かな？アサルトウルフのカラーとナキのカラーの、もうちょっとシルバー寄りか、のカラーリングのツートンになってて、一応能力的には強いはずなんだけど、もう無事切れているゼロツー状態のアルトを止めるための変身でしたから、もうね、ゼロツーが強すぎて、正直全く相手になってませんでしたね。なので、活躍シーンっていうのは全然ないんだけど、でも途中まで一心同体だったナキとフワさんのプログラズキーを返しての協力変身みたいな、それ自体がエモエモですよね。爪パーツ自体は同じなんだけど、根元の造形自体が違うわけね。これはアサルトウルフの造形そのまんまだもんね。で、ナキとこうやって背中合わせにすることもできますと。これはね、本来はもうちょっとあれかな、活躍の時間とかあったのかな。で、上にある画像と同じものがあります。問題なくかっこいいね。ってことで、8月発送7150円です。ポチっていきましょう。まずこれ、はい、レオンチャンネル SH フィギュアーズ仮面ライダーオルトロスバルカンをポチりました。そして他には、あ、ロボット魂のこれか。そう、エヴァ関連、新エヴァ関連のアイテム、ロボット魂が8号機の冒頭10分のやつしか出てないなと思ったら、ちゃんと劇場版公開の後に予約開始になりましたね。もう僕は見たくて見たくてしょうがなかったので、朝、最速の朝7時の回でもちろん当日に見てきました。もうエヴァに関してはね、もうみんな楽しみにしてると思いますから感想言いません。どちらにしろ映画見たらもうアイテムはポチるつもりだったので、これは買っていきましょう。エヴァンゲリオン新2号機アルファ。まあでもこれ予告とかにもね登場してますしね。で、冒頭10分にもありましたけど、ジェットアローン02のパーツ使ってますから、ジェットアローンみたいなこのね、棒状のものがついてたりとか、9で大破した2号機の大部分を補うパーツで構成されてますよね。このなんかフルアーマーみたいな重装備状態がいい。で、これがパーチ状態とフル武装状態の2モードで遊べるわけか。でも3パターンの装備状態を再現。へー、そんな風だったかな。さらに重火器は回転ギミックなんかもあります。あ、浮遊ポーズみたいなのも、要は予告とかにもあった、そういうのもあるわけね。てか2号機もだいぶ回収かかって、今回の2号機僕顔の造形これまでで一番好きなんだけど。で、これが、あ、高いな。まあでもマリのやつもそれくらいしたからな。あれか、1万円のクーポンがあるから、ここで使うか。はい、レオンチャンネル、新エヴァンゲリオンのロボット魂、エヴァンゲリオン新2号機アルファをポチりました。あとそうだ、新骨頂ウルトラマンティガーはこれね、一般発売で、7月発売で出るんだけど、8日の16時から一般店頭で予約受付開始で、僕は15時ぐらいに、1時間ぐらい前に行って予約することができましたね。30分ぐらい前に来た人はもうみんな予約できないみたいな、そういう状況なぐらい発売前から争奪戦って感じでしたね。しかも今回あれでしょ、なんか胴回りが軟接パーツになってて、設計自体がいろいろ新しいんですよね。そういう造形的な、パーツ造形的なものも楽しみなんだけど、最初のウルトラマン系最初の真骨頂がティガっていうのも非常に納得できますけど、でも普通のウルトラマンがすでに真骨頂クオリティなんですよね。なんか設計の、あの図とか見ると。なのでその辺との差がどうなるか。ヨドンナのミミシェリーが
予約開始になってて、これはねポチったんすよ。2750円で、以前ミミシェリーっていうと、これもともとアイカツシリーズで展開されてるフィギュア、食玩フィギュアで、それが前にイズとかも出ましたが、今回人気キャラクターですね、ヨドンナ、それが発売と。全高 12.5 センチ、あ、大きいね。首はボールジョイント仕様で顔の角度を調整できます。カーベーのあのシーンなんかを表現できると。イズの場合はあれかな、3体1セットだったから小さかったけど、今回は1体なので大きめになってる感じかな。で、ちょっとアニメ調に全体的にアレンジされてるわけですが、後ろまで色分けがすごい。ただもともとさ、ヨドンナ自体がなんか二次元から出てきたようなビジュアルのキャラクターだったので、それを実写でちゃんと表現されてたキャストの方が素晴らしいですよね。ユード X と並べられる。並べられるけど、バランスが全然違うよね。劇中感出ませんよね。2750円で、9月発送。これはもうね、ポチりました。万が一なくなるかなと思って。人気キャラだし。あ、でもそれ以外は特にないのか。あ、でもクーラ最終形態。欲しいな、アーツ。マジで出てんのこんな。うわー、最近ドラゴンボールアーツボリュームすごいんすよ。ギニュー隊長とかもそうだったけど、超でかいやつが入ってるんですよね。7700円。あ、ちょっとこれポチろうかな。8月発売です。あとは、あ、これはポチりましたね。キャラメジャーギア付きの T シャツ。なんか前買ったよって言った動画で、これの色違いが普通に一般販売されるんですよっていう情報がありましたけど、ただゴールドのこのカラーのレジェンドギアの方はこれじゃないと手に入んないってことですよね。ただこれね、4400円もするんですよね、ギア付きで。ギアって1個200円だから、ほぼ T シャツの価格と。それ以外は、あー、でも大体、待って、ちょっと、変身バイ仮面ライダー新作出てんの？心斎橋で展示があったからか。あ、エグゼードとかあるじゃん。ちょっと待って、これ別の動画でやるわ。マジか。あ、でもね、もうすぐ渋谷パルコで、ポップアップやるんですよ。2週間後ぐらいに。その時にも、新作やっぱ来るのかな。また渋谷パルコは行きたいなと思っております。あ、じゃんけんマシン、じゃんけんマン JP。ちょっとこれ気になってた。光る、なる、プレミアム。じゃんけんマン、JP。これなんか前さ、ガシャポンであったよね。あ、でもガシャポンあった。ガシャポンでは満足できなかった企画担当が、本気で遊べるじゃんけんマンを作りました。じゃんけんポン、あいこでしょみたいな。モーリーファンタジーとかにあるやつですよ。これが、2020年5月に発売で話題になった、ガシャポンサウンドじゃんけんマン JP が、パワーアップして再登場。買うか。めっちゃバージョンアップしてるじゃん。実機の形状を再現。こんなボロボロなやつだったっけ？もっとピカピカじゃなかったっけ？画像すごいな。遊び方、専用メダル1枚投入。待機中も画面が動く。おー。じゃんけんと音が鳴るので、グチョキパンの中から一つボタンを選んで、ポン、あいこでしょ、ズコ、ってやつね。で、ルーレットも再現。へぇー、あ、すごいね。さすがプレ版限定アイテム。ちょっとこれ買おう。あ、結構でかいね。アーツぐらいのサイズ。これ買うわ。はい、レオンチャンネル、光るなるプレミアム、じゃんけんマン JP をポチりました。てか、そんな正式名だったんだね。アクリルロゴディスプレイもね、もうこれ出すぎで、わけわかんないんで、もういいやと思って。って感じで、コメント欄で結構、レオンさんいろいろポチれてなくて大丈夫ですかっていう風にご心配おかけしましたが、今回の動画でポチれましたので、あとは到着待ちましょう。ウルトロスバルカン。楽しみっすね。あ、でもよく考えたら、まだ、あれなんだ、遠泳剣、のろし来てないじゃん。仮面ライダーサーベラのプレ版アイテム来てないんすね。またそれもね、予約開始なんで僕が気づいてなかったら、ぜひコメントとかリプよろしくお願いします。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。